白岩会計事務所の白岩です。公認会計士でして、静岡市内で会計事務所の代表を務めております。今回はサラリーマンの税金ということで、住民税についてお話ししたいと思いますが、住民税の中でも所得税との違いについてお話ししたいと思います。で、所得税と国に対する税金である所得税と地方公共団体に対する住民税で似てはいるんですけども、計算式が若干違います。違うところは所得控除というものですね。所得というお給料、サラリーマンの方はお給料があって、そこから引かれる一定の所得控除というものがあるんですが、例えば扶養基礎控除、扶養控除、配偶者控除に関しては所得税が38万円、国に対する税金の所得税は38万円所得から引けるんですけども、住民税の場合は33万円というちょっと若干ディスカウント5万円ぐらい低いというものが引かれます。あと家父控除とかいろいろ控除がありますけども、それも所得税と住民税で若干差がありますね。生命保険料控除なんかも、所得税は上限が5万円だったところを住民税はもうちょっと高いというような、決まりがありますので、ただ一概に、大きな違いは出てこないと思いますので、所得税の所得の金額の 10% が住民税じゃないのかなと思っていただくのが、大体いいんじゃないかなと思っております。あと納め方もですね、サラリーマンの方は特別徴収といって、会社事業者が給与手引きしてそれを納めてくれる形になるんですけども、そうじゃない個人事業主の方などは、自分が雇われてるないのでね、自分で納めていただく形になるんですが、それは普通徴収といいます。普通徴収といって、こちらは年6月に市町村から税金の通知が来るんですが、それに納付書もありまして、年4回にわたって納めていただくものになります。6月、8月、10月、あと1月、年明けの1月に納めていただくというものになりますので、納めない、遅れないできちんと納めていただければと思います。遅れてしまうとですね、市町村でこの人遅れてるっていうまた事務が発生して、そこでも税金の無駄遣いが発生してしまいますので、きちんとお金を納めていただくのが、自分の納めた税金を変な自分が遅れたこと の手続きで郵便代とかで使わなくて済みますのでね、ぜひ期限までに納めていただくのがいいかなと思います。